歩ける限り楽にゴルフを楽しみましょう。ゴルフ道場ハゲパーシモンハゲでございます。今回の動画は視聴者さんをスイング診断でございます。何人目だっけ、調べておけばよかった。で、今回のですね、視聴者さんは、この名前を読みにくいんですけど、ヘボゴルフさんでございます。はい。でですね、まず先にいろいろと情報、私の方で年齢、ゴルフ歴、ラウンド頻度、練習頻度、ハンディまたは最近の平均スコアを教えてくださいということで質問させていただきまして、年齢が60歳、ゴルフ歴が10年、ラウンド頻度が月2回程度、練習頻度週3回。週3回ってすごいよね。1日おきだよね。すごいな。最近の平均スコア103ぐらいと。で、お悩みが引っ掛け、シャンク、ダフリ、トップ、フェアウェイウッドのチョロということで、はい。で、動画を送っていただいたので、早速ですね、動画を見ていきたいと思います。これね、動画見るときにね、いつもね、このこっちで撮るんで、これをセットしまして、じゃあまずですね、普通のスピードで動画を見ていきたいと思います。ドライバーから、ドライバーの正面ですね、横で撮っていただいてて非常に助かります。次はドライバーの横から側面。もう私先に動画見てて、もう問題点はよく分かっております。そしてその悩みもそうだよねっていうのが分かっております。でも失礼ながら、このご年齢でゴルフ歴10年でこのスイングっていうのは、おそらくレッスン今も受けてるか受けていたかだと思うんですよね。 なかなか自己流でこういうスイングにはならないんじゃないかなと思うんですよね。ね、一般的な見方しますと、よくね、体も回ってるしっていうところになると思うので、もうこの側面から見た感じもね、線引っ張ってやったら、ああなかなかいいですねっていうスイング軌道なんじゃないかなと。これピッチングですね。ドライバー、フェアウェイウッド、6番ピッチングを見させていただいております。次、横から、ですね。で、はい、もう一回ドライバー戻ります。ドライバーの、あれ、こっちを戻した。ドライバーの正面戻ります。はい、はい。もうね、私のチャンネル見てくださってる方だと、すでに問題点がここかなって気づいてる方もいるんじゃないかなと思うんですが、まだそれをお話しせずに、ちょっとゆっくりコマ送りで見てきますね。そうですね。このトップの体の感じ、こうやって見ると問題なさそうに一見見えるんですけどね。腰回ってます、肩回ってます、体重も右に乗ってますよねみたいな感じで、で、体開かずインサイドから降りてきてますねって、次、これフェアウェイウッドね。フェアウェイウッドがチョロが出ますと。これはジャストミートっぽいですね。綺麗に打ててる感じしますね。
これ私はね側面あんまり見ないんで正面をよく見ます。ちょっとこれ暗くて 見えにくいかなというところでちょっともうお話ししちゃいますね。ドライバーでドライバーちょっとちょうど明るくて見やすいのでこれで説明していきます。はい、ちょっとアップにします。あれ、どこ、もうすべての問題は左グリップにあります。左グリップです。最初にお悩みで出た、引っ掛け、フェアウェイ、違うな、フェアウェイ打ったチョロか、引っ掛け、ダフリトップ、シャンク、フェアウェイ打ったのとチョロ、それらのすべての原因はこの左グリップにあります。左肘が打っていく方向、左側向いてますね。でそれに対して、左手グローブのマークが見える、フックグリップ、そして、シャフトがこれだけ角度ついていてフェースがややかぶってる、フェースのお尻が浮いてますからね、右のグリップはそんなに悪くないんですけど、とにかくこの左のグリップが全ての悪さの原因でございます。でまあちょっと側面からのでお話ししますと、それが原因でこうかなりのシャットになってるんですけど、そのシャットを自分で修正してるんですね。これかなりなので直すとすごく気持ち悪さとのちょっと戦いにはなるんですけど、これがバックスイングのここのフェースの角度とこのダウンスイングのこの角度違うんですよね。このダウンスイングのこの角度がこのグリップなりの角度になります。フェースの面がね結構シャットで、でシャットなんで一生懸命それが、左に行かないように自分で逃がす動きを入れてるんですね。であとこのようにまあよく言えばハンドファースト、腕とクラブに角度がありますね。この角度があるとクラブヘッドが先に回っちゃうんですね。で体はまだここで正面向いてあまり回ってないのにクラブがもうこの体の真横まで来ている。もうこれは最初にこれだけの角度がついて構えてしまってるからなんです。で、この角度ついてるのはこれ握り方が原因なんです。で、もうこれはまあ後でちょっと私が動きながら説明しますね。はい。もう解説に移ります。はい。では。解説に移りますよ。ここで大丈夫かな、ちょっとカメラをセットしてないので声をちょっと大きめで解説するんですが、ちょっと虫が来るんだけど電気つけましょう。はい、クラブまあちょっとアイアンで説明しますけどね、もうちょっと近くでやりたいな、こういう角度でいこうか。どうしてもグリップの話をしたいので、今ヘボゴルフさんがどういう握り方になってるかというと、この肘の外側が完全にターゲット方向向いてます。なので腕が右側にねじれた状態になってます。でも体はねじれてないです。体は正面向いてます。左腕だけねじれた状態になってます。この状態でクラブはフェース面はまっすぐにして握っています。で右手握ります。でこのねじった状態で、でこうねじった状態になるのでちょっと中入ってるので、でこれでまっすぐになると
もう勝手にこうハンドパス、よく言えばハンドパスと、こういう角度がついた状態になるんですね。こういうふうに。まっすぐではなく、こういう状態になるんです。これは、この腕の位置が悪いから。こう。かなり左腕がこう上から握ってるような状態になってます。クラブをこう上から握ってるような状態に。はい。これで構えられてるんですね。で、これが、この、でもスイング中はこの腕ではなく、この腕のままでは振れないから、自然、こう振れる位置に戻ってきてしまうと、自然な位置、この肘が下を向いた位置にしてしまうと、フェースはこれだけかぶります。で、これをこういうふうに構えているので、アドレスではまっすぐに見えるかもしれないんですけれども、スイング中このまま振ったんでは、これは当たんないんですよ。もうこの時点でクラブ寝かせてるから。クラブ寝かせる動き、もう寝かせて構えてますから、この時点で。この左腕が右側にねじれて、で、上から握ってることによって、もうクラブ、寝かして持ってるんです、これは。だから指導で体がまだ正面向いてんだけど、クラブはもうこうやって真横まで来てしまいます。ここ開きます。もうアドレスから開いてるから。離れます。寝ます。で、このまま戻してくると、こういう状態で戻ってきますから、シャンク出やすい、上に上がってトップ出やすい、で、手前もダフりやすい。で、フェアウェイで、これを上手に当てようと思って、こうやって戻すと、ちゃんと当たる状態はこの肘の位置ですから、そうするとこれだけ被ってますから、左に引っ掛けが出る。で、左に引っ掛けが出るときが一番当たり的には、いい当たりになってると思います。いい当たりに感じると思います。で、フェアウェイウッドのチョロも同様です。これ、いい当たりだと引っ掛けちゃうんです。綺麗に当たる向きは。フェースの向きがこうですから。で、それをねじってまっすぐこう当てようとするが、どうしても最下点が手前になって、ボールのとこではクラブヘッドが上に動くので、チョロが出やすい。なので、今回スイングどうのこうのじゃなくて、まずここで握る。もう基本ゴルフ教本アップしましたけど、まさにあれやってほしいんです。ここで握ってほしいんです。ここで。こういうふうにクラブ立てて。で、ここで握って、そのまま、ストンと落として。で、このまま構えられるようになればいいんです。この肘の状態、縦に、こう、クラブ立てる動きします。ここで握る。で、この肘の位置で、ちょっとフックになるのがウィークになるのが、これは全然構わないんです。肘がねじれなければ。肘は、このように内側が、まあ正面ってほどじゃないんですよ。真正面じゃないんだけど、まあここの位置です。この位置。この位置。この位置で手が多少こう入るのは構わないです。この肘だけ気をつけてください。ここだけ気をつけとけば、多少フックに握ってもウィークに握ってもそのまま下げたときにフェースの向きは変わらないです。ここが変わらなければ。まずここのチェックです。ここのチェックだけすれば、あとは全部改善されます。バックスイングシャットに上がるのも、もうグリップが原因なんで。このグリップ直してあげれば、もう全部の向きが変わります。ただ、これで、まあ、ゴルフ歴10年でいつからこれでやってるかがちょっとわからないんですけれども、まあ、長いことこれでやってきてるので直すとものすごく最初気持ち悪いと思います。その気持ち悪さだけ慣れて克服してくれれば、スイングも良くなりますし、何よりもボールに綺麗にちゃんとクラブヘッドが当たる振り方ができるようになる。で、この握り方ができるともっとピャンと振れるようになります。今までは振っちゃうとおそらく左に引っかかってたんですよね。それを一生懸命自分でこう調整して打ったんです。左に行かないように。今度その動きいらなくなるんです。しっかりピャッと振れるようになるから。そうすると体もちゃんと回るようになります。結果的にね、体回そうなんてしなくていいんですよ。そうすると綺麗に若干こう上から入って、フェアウェイウッドもちゃんと当たる、
のドライバーもアイアンも全部ちゃんと当たるようになります。球筋も安定します。このクラブのこのズレがなくなるから。それだけこの肘って大事なんです。この肘がこう外向いていると、さっき言ったようにもうここ離して構えてるようなもんですから、もうこのままこう向きます。これあの一番悪い手打ち。なんでかっていうと、手本当に手だけ動いて体が動かない、これ悪い手打ち。こっちにしとくと 手を動かしてるだけなのに体回るの。これ手を動かしてるだけなのに体回るんです。これは体回らない。こっち向きはね、体回らない。なのでこのグリップ本当ここでやってください。まずはね、本当こうやって椅子座って、椅子座ってここでグリップチェックです。こうやって落とせる位置で、こうやってなってると落とせない。さっき前こうやって落としたみたいに落とせないでしょ。こうやって持っちゃってると、こうやって上げて、でこうやってなったらこうやってかぶっちゃってるでしょ。ここでリーディングエッジまっすぐで、この位置で握ってください。でクラブをこう剣道の面みたいにまっすぐこうやって下ろせる、この肘、手首の動きがこうできるように、その位置で握る。でその位置で握ったグリップが自分のこの指のどこで握ってるか今までとかなり違う。腕の向きが変わるから、ここです。で練習場行っても、ね、もう週3回練習行ってるんですから、練習場行っても球数減らしていいです。最初はとにかくこのグリップ慣れてください。もう一球一球もうここでチェックです。ここでここで、そしたらねかなり変わりますよ。これもう私が結構動画でザーって言ってきてる一番多い悪い例なんです。こう握り、こう腕がねじれてこうかぶせて構えて、でフェースまっすぐに見えるんですけど、持ち上げてこの突っ張ってる肘緩めたら大体このぐらい曲がっちゃうと思います。このぐらいだ、ちゃんと振れたらこの向きの方向飛んできますから。でもそれじゃゴルフになんないから、これをごまかす。そうするとクラブをこうやって右に倒して使うわけですから、何回も言いますけど、ダフリトップシャンク、ボールの頭を叩く、これは出ますね。ここです。ここ。この向きです。この向きです。ここです。ここです。ここでグリップをチェックしてください。最初はね、最初かなり気持ち悪いと思うんですけれども、でフェースもどこ向いてるか分かんない状態になると思うんですけど、確実に良くなりますので、確実にもうとにかくそのグリップだけ、この左のグリップ、この肘の位置、もちろん握り方もそうなんですけど、このここがまず大事です。この肘が打ってく方向向かない、ここで握る、これをやってみてください。ちょっとね、少し我慢が必要ですけど、慣れたらもう確実にゴルフが変わりますので、ちょっと辛抱してやってみてください。ということでまた、ね、ちょっとやってみていただいて続報をいただけたらと思います。まあ、こんな感じで、この動画の概要欄にも私の公式 LINE の URL 貼っておきますので、スイング見てもらいたいっていう方はぜひそちらの公式 LINE を登録していただいて、送っていただければこのようにアンサー動画出しますので、お気軽に公式 LINE の方から動画を送ってください。横で撮影していただけると非常にこの動画でにするときに助かるので、横で撮影したものを送っていただけると幸いです。今回も最後までご視聴くださった方ありがとうございました。パーシモンの萩でした。ごきげんよう。ありがとうございました。